トーマス・ジェフリー、トム・ハンクスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の俳優、映画監督、映画、テレビプロデューサー。全米長寿バラエティ番組、サタデー・ナイト・ライブや、スプラッシュ、メイフィールドの怪人たち、ビッグといった、軽妙なコメディ映画を得意とする、若手コメディアンとして活躍していた。カリフォルニア州コンコード生まれ、父親は料理人、母親は、病院職員。 両親は1960年代に離婚し、トムは兄ラリーと姉サンドラと共に父親の元で育つ。マッテージムは母親の元で育った。カリフォルニア州ヘイワードの首謀カレッジで演劇を学んだ後、カリフォルニア州立大学サクラメント校に編入。1979年にニューヨークに移り、翌年血塗られた花嫁で映画デビュー。 1993年にイエイズを取り扱ったシリアスなドラマフィラデルフィア、そして1994年にホレストガンプ一語一英で2年連続アカデミー主演男優賞を受賞、ライトコメディ俳優から一役オスカー常連の名優へと成長し、以降は数々の話題作、大作に立て続けに主演を重ねていった。1996年には監督作、 すべてをあなたに、を、発表、映画監督としても高い評価を得た。自身の本文は役者であるとの意向から、以後は長らく監督業を手掛けていなかったが、2011年の幸せの教室にて15年ぶりにメガホンを取った。2001年公開した第二次世界大戦が、舞台の戦争ドラマ、バンド・オブ・ブラザースでは、スティーブン・スピルバーグと共に制作式を行い、 息子のコリン・ハンクスも出演していることで話題になった。2014年、初の短編小説が、米文芸誌ニューヨーカーの10月27日号に掲載。タイトルは、アラン・ビーーン、他4名。同12月、母国の栄誉である、ケネディ・センター名誉賞を受賞。2016年、母国の最高位勲章、大統領自由勲章を受賞。2020年、 セシル・ビー・デミル賞を受賞。映画のプロモーションでは、数回来日しており、ポーラー・エクスプレス、ターミナル、ダヴィンチ・コード、ハドソン・川の奇跡などのプロモーションで、それぞれジャンレノや、ロバート・ゼメキス監督らと共に来日している。また、自身が、監督も務めた、すべてをあなたに、の来日の際には、出演者らと共に日本テレビ系の歌番組、ザヨルも引っ張れにゲスト出演。 ハンクスは、その際に歌も披露した。2009年5月に、天使と悪魔のプロモーションのために、プロデューサーのブライアン・グレイザー、監督のロン・ハワード、共演のアイエレット・ゾラーラと6度目の来日をした。際には、東京ドームで行われた、巨人対中日戦の始球式に登場し、原辰則監督との対面も果たした。2013年の、キャプテン・フィリップスのプロモーションでは、 第26回東京国際映画祭のオープニングセレモニーに参加し、安倍晋三首相と握手を交わした。サマンサルイスとの間に1977年11月、現在俳優として活躍するコリン・ハンクス誕生。翌年、サマンサと結婚。1982年、長女、エリザベス誕生。1987年、離婚。1988年、 リタ・ウィールソンと再婚。一時期ラッパーとして活動したチェスター・ハンクスを含む二人の子供を儲ける。エーブラハム・リン・カーンと登園である。民主党を支持しており、2008年の大統領選の際にはバラク・オバマを支持した。幸せの教室で共演しているジュリア・ロバーツとは長年の友人で家族ぐるみの付き合いだという。2013年にトーク番組、 デビット・レターマンショーで二型糖尿病と診断されたことを公表。プリティリーグ、キャスト・アウェーなどで体重の増減量を行うことが多かったことが一因であるという。2020年3月11日、新作映画の撮影のために、オーストラリア滞在中、妻のリタ・ウィールソンと共に、新型コロナウイルス感染症にかかり、隔離観察の対象となったことを明かした。 ハリウッド俳優として同感染症を公表したのはハンクスが初めてだった。同月29日、症状が回復し、妻のリタ・ウィルソンと共に自宅のあるアメリカに帰国した。趣味でタイプライターの収集を行っており、コロナウイルスの罹患で隔離中にはスミスコロナのタイプライターを持参している。二千一年四月、百七十四年に卒業した母校である高校の 古くなった劇場を復旧させるため約1500万円を寄付した。この劇場は彼が俳優になる下地を作った思い出深い場所で寄付の見返りとしてこの行動に当時ハンクスが所属した演劇部の顧問だったラウリー・ファンズワースにちなんで名前を付けるよう頼んでいる。2010年2月、バニティフェア氏が2009年に最も稼いだハリウッドの稼ぎ手のランキングを発表し、 3600万ドルを稼いで8位にランクインした。この金額は映画のギャラだけでなく商品のロイヤリティ収入なども含んでいる。2011年8月、経済誌、フォーブスが2010年の5月1日から2011年5月1日の1年間で最も稼いだハリウッド俳優のランキングを発表し、推定3500万ドルを稼いで5位にランクインした。 ありがとうございます。